皆さんこんにちは、マックスライです。先週から先々週になるかな、あの山の上でパズドラの生放送をやったと思うんですが、ついにあのゲーム実況ができるようになったわけですよ。今回はですね、もうそれからまだ1週間ぐらいしか経ってないんですけれども、ご覧くださいませ。山の上でライブ配信、もうプロのミュージシャンがここから生ライブをするっていうことがなんと実現。今あそこの奥にいるのが松井亮太くんなんですけど、あの今日松井亮太くんのねライブなんですよ。でご覧くださいませ。この山の上電気来てまして、で Wi-Fi も来てるんです。なのであの今日は天気ももう最高、富士山、そして駿河湾、こっちの左手の方には南アルプスが一望できる。でしかもこうやって風がないって超持ってますね。もう晴れ男だけじゃなくて、あの風吹かない男の称号まで彼は手に入れたわけなんですが、ここでライブ配信ができちゃう、いやすっごい夢が広がるなと思いまして、ちょっと機材とか雰囲気も見てください。ちょっと近づいてください。ある種私の盟友にも当たるんですけれども、大先輩でございます、あのタリム、占い館タリムを作ったあの岸範幸さん。今なんて紹介したらいいんですかね。フリーターです。フリーター。今タリムは彼のその娘さん、私と年が近いあの岸咲子っていう彼女が今社長であり館長をやってるんですけれども、もう先代に当たりますかね。今は趣味でいろんなことをやられている、はい、フリーターです。もうほんと20年来の付き合いです。私2000年からの付き合いですから。そうですね、ようこそいらっしゃいました。じゃあ松井亮太くんのサポートとかをしてます。そうです。スイッチャーとかも全部持ち込んでくださったんでしょ。すごい、この機材編成見てくださいよ。山の上ですって。この周辺何にもない、ほんとただの山の上に、ようこれだけの機材を組みましたね。でカメラも3台体制ですか。今日は4台体制、アンプまで。でちなみによく私あの山頂でこの周囲3キロぐらい人がいないんで大声出しても大丈夫ですって言ってると思うんですけど、あの実際のところどうなんだってさっきもうクソほど大声出したりとか音のテストとかもやったんですけど、麓というかちょっと下の方まで行って聞こえるかどうか聞いた時に全く聞こえなかったです。だから聞くとしたらもうウサギぐらい、ノウサギとかシカぐらいですよ、ここのライブの観客は。やっぱ空間的にも開けてるんで音がもう反射もなければ吸収される一方、あとはまあ抜けていく一方、空に、これは最高のスタジオですね。もうあと6分ぐらいで始まっちゃう、もう邪魔をしたらいかんということで、ちょっと岸社長、はい、このスタジオ、このライブハウスについてどうですか、はい、評価は。いやもう最高のロケーションですよね。最高。借りたい時は僕の方に連絡ください。料金はあの時価になります。時価。いや今日は頑張ってください。あ、松井亮太くん一言だけくださいませ、はい、ごめんなさいね、この始まる前にいきなり。はい、松井亮太くんです。こんにちは。いや最高、本当に山の神様に感謝をしたいです。村井の神様と山の神様、ありがとうございました。今日は楽しみたいと思います。ありがとうございました。頑張ってください。頑張ります。ここから長丁場ですがよろしくお願いします。すごい、ありがとうございました。本当にこの山のライブ、うん、第1号です、うん、やった、ありがとうございます。嬉しい、本当すごいです。嬉しい、本当に。いや村井くんのおかげだけどね。いやいやいや、もう超楽しみにしてます。はい、頑張ります。いってらっしゃいませ。ありがとう。行きますか。じゃあ行きます。はい、3、2、1。ああ、みんなも聞こえてるかい、バッチリならよかった、歌っていくよ。君のクロープが全部決めて見ていて欲しくて、好きだ好きだ好きだ好きなんだ、夢中で追いかけたストレートカーブフォーク、ツーシームだって投げてる、そうもあったりそうけど、好きだ好きだ好きだ好きなんだ、すぐ横に
それはあなただよ。そんなこんなで私はライブ中にカレーを煮込む役割をちょっといただいたんですけれども、完璧です。皆さん、そんなわけで本日は山の上で、山の上でですよ、ライブでございました。生ライブでございました。今ね、焚き火を囲んで、反省会中ということなので、あのバーベキューしながら松井亮太君歌歌ってるんですよいや、先日のパズドラのゲーム実況、あの生配信もそうなんですけど、山の上でどんどんいろんなことができるようになっていって、私非常に嬉しいです。これからもご期待くださいませ。いろんなことをやっていけるようにできればと思います。最後のご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いします。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。